こんにちは。めちゃくちゃ久しぶりですね。めっちゃ簡単なんで、じゃあ行きましょう。行くんだよ。すぐ裏切るやん。え、こんな感じで大丈夫ですか？もうちょい緩かった。俺がちゃんしっかりしすぎて。いや、しっかりしすぎて。いつも見てます。あ、ありがとうございます。私の沢井さんは、ね、ゲラ聞いてました。あ、本当ですか？マジですか？すごいびっくりした。すごい、ありがとうございます。何の撮影なんですか？はい、あ、柔らかいっすね。うますぎ。うまーな。こんにちは。めちゃくちゃ久しぶりですね。めっちゃ噛んだやん、ほんで。久しぶりすぎて。ちょっとちゃんとやろう。やっぱ噛んだとか、あんま良くないですもん。あ、いや、で。それも含めてやってください。お久しぶりです。いや、もういつぶりや。智弁和歌山対奈良智弁の甲子園決勝見て以来。2年ぶり。そうか、コロナやってたからね。久々ですけども、今日はね、中華なんですけど、声量とかこんなんでしたっけ？こんなめちゃくちゃちゃんとしてましたっけ？僕はそれ芸能人になってるから。確かに変わった。もしかしてこんな感じじゃなかった？さっきも確かになんか見てますとかね、おじさんが言ってくださってましたけども、そんなんもなかったぐらいの時でしたっけ、あの時って。そうですね、確かに1週間前に東京ガールズコレクション出てるとはね、あの時は思ってなかったですよね、その2年前とか。はい、今日ね、あ、そうか、入ってきた。沢井さんですとか言おうとしたんですけど。ああ、なるほどなるほど。沢井さんは、ね、すみません、お久しぶりです。はい、うわ、すごい、すごい、なんか新鮮ですね。新鮮な感じで、夏ですもんね。まあ、だからちょうど2年とかですよね。うわうわ、すごいわ。ありがとうございます。なんか、まあ、嬉しいです。なんか嬉しいです、嬉しいです、はい、またやろうということで。あ、そうですね、ちょっと岡田さんと喋りさせてもらいまして、岩とこの間3人でたこ焼き食いながら。そうや、あのたこ焼き屋もね、美味しかったから。また行きましょうよ。ね、また行きましょう。はい、再結成の、ね、たこ焼き屋って。ね、そうや。そこ行きますか。そこ行きましょうよ。そこ行きましょう。ね、じゃあ行きますか。行きましょう。はい。行くか。もう店の前まで来てる。店のたこ焼き屋。来てんねん、この。カヒン。カヒン。カヒンです、これ。カヒンさん。すごい名物の焼きそばがあるらしくて、それを食べたくて、第1回目にふさわしいと思うんで。カヒンさん大丈夫ですか？カヒンさんはですね、これはまさかのいけるということで、アポが取れてます。はい、やっていきますか、なんか、はい、新しくオープンしてますけど。8月が。あ、ちょっと。もうここまで来て、もう口がもう完全にそばなんですよ。あ、でもこっちにもそばありますね。8月4日にオープンしてるから、スライバル店みたいなのが。迷うな。地下に。あ、こっちふかふか。担々麺もありますね。担々麺もあるし。じゃあ行きましょう。すぐ裏切るやん。カヒンの方に、はい、行きましょう。え、こんな感じで大丈夫ですか？もうちょい緩かった。俺がちゃんしっかりしすぎて。いや、しっかりしすぎて。芸能人、完全に芸能人。膨らむスクラムみたいな。なんだ。そう、ラストオーダーらしいですよ。入ってそうそう、ラストオーダーって。それにしてもこの混みようですよ、ね、すごい人がいっぱい。いや、だからもう結構ここはもうマストはやっぱりこのこれなんですよ。すごい、はい、牡蠣ソース、そういうの、はい、これをちょっといきたいですね。待ちましょう、これは、はい、あとですね、このおこげ、これも結構有名で、はい、
本当ネット情報なんですけど、はい、あとですねワンタンスープがすごい、ワンタンの具がすごいいい、いいという評判の、なるほど、はい、ネット情報、ネット情報でございますけども、そうやネット情報いいネット情報いいですよ結局ネット情報がいいんで飲み物食べましょうか、うん、はい、どうしましょうかね、飲み物は小原さんどうされますか、どうします、一旦ビンビル一旦ソフトドリンクではなく一旦ビンビル14時ですねあ、今日14時でしたっけ、まだこの人数で言ったら牡蠣のこのそばって、はい、一皿で何人ぐらいいますか、はい、そばだけでしたら一人一皿がちょうどぐらいで、ああじゃあそれ一皿にしましょう、一皿で、であと鶏の唐揚げ、はい、このおこげいきましょうか、おこげ一皿、あとワンタンスープ、はい、あじゃあ瓶ビールで、まだ、はい、じゃあ一旦それでお願いします、ありがとうございます、まあラストオーダー、ラストオーダーということであれでも決定ということで、一旦じゃなくあれ決定らしいです、決定らしいですね2個いっといたがっつね、ビンビール、あ、そうですね、確かに本、なるほど、1本追加でいいですか、そうですね、ちょっとすいません、あ、そうです、ビンビールもう1本だけいただいていいですか、すいません、はい、すいません、ありがとうございます、あ、すごい、うわいいですね、キリンで、キリンで、あ、すいません、すいません、ちょっと僕あんま上手くないんですけど、すいません、全然全然おいしょー、すごい、おすごいすごいすごい、すいません、いただきます、ありがとうございます、あ、大会すげえ、あー、グイやうまセルフでグイした、いや、めっちゃうま、喉乾いてたやん、喉乾熱いけどまだめちゃくちゃシンプルに喉乾いてましたね、あの水一回我慢してきてるのよ四ツ谷駅で一回ペットボトル買うの迷ったわけ、やばい時間がやばいと思ってめちゃくちゃ喉俺もその全然一気してもよかったんですけど沢井さん立場上止めさせていただきました怖いとか言えないんで自分も飲んでたこのチャンネルではやっぱ岡田さんはツッコミなんで、やっぱり手下取れないと、もう番組が変なことになってしまうんで、どっちやねん、ロサンゼルフかロサンゼルフって言うても、むちゃくちゃ地域が全然バラ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 でね、バラバラああ、ありがとうございます、え、美味しそう、すげえ、美味しそう、やば、確かに余計な要素が入ってない、すべてを、え、でも、シーンあ、なんか独特のね、匂いがしてますけど、どうぞ岡田さんからちょっと取り方の見本を、あ、これでいいですね、いただきますか、もこれでいっちゃいましょう、え、橋が珍しい、確かに、え、何これ、橋がなんかすごいでかくて、なんかあの あれのね、見てますよ、あ、ドラムのステック、ドラムの、そう出てこんかったドラムのスティック出てこんかった割と出てきやすいやつが出てこなかった、スティックね、なんか、なんなんやこれ、その要素がね、ラーメンの麺に似てますよね、似てますね、そばの麺というか、似てます似てます、博多ラーメンの、あ、そうですよね、ね、確かに細さはね、よいしょよいしょ、じゃあいただきます、いただきます、すごい、ベリーうまーま、来ましたか、来た、これめっちゃうまい、え、マジっすか、これいい、ちょっと食べてみてください、これすごいわ、全部行くやん、全部行った、聞いたことない
うまっ。うまいですね。深いですね、味が。しかも全然重くない。確かに。グー邪魔やなって思えるぐらい。あ、そうですよね。ね、うん、あ、グーが邪魔。前からこれサラサラサラって。これがやっぱネットの評価での。これがやっぱその。はい、しかも珍しいですよね。こんなんあります？他。俺初めて見たんで、唯一無二メニューじゃないですか、ね、これ。中尾明さんとかよく来られる。って書いてました。すげえ。あ、岡田さんの。ありがとうございます。すごいキャベツがレタスがこの器に。レタスの器に独自サイズぐらい。独自サイズ。全部なんか結構珍しい。珍しいですね。でかい唐揚げ多いから。確かに。いいっすね。このサイズですね。あ、なんか考えられてますね。ちょっとそのマックスで来ない感じ。マックスで来ない。控えめ。控えめ。あ、全部控えめ。なるほど、省エネ投法や。省エネ投法。先発ピッチャー。これ計算して投げてきますね、ボール。いただきます。うん。めっちゃうまい。やっぱ全体的に控えめピッチャー。あ、控えめ。なるほど。優しい。いきなり一球目から150キロ以上投げてこない感じ。うん、あ、ありがとうございます。え、すご。うん、すげえ。うわ、やば。うお。え？やば。うわ。これの真逆料理きた。これ真逆料理きましたね。こういうのあんま食べるの初めてかもしれない。おこげの結構ありますか。なんか見たことあるけど。そうですね。うんうん、ね、おこげが一緒に取るってことですよね。こういうこと。あ、まずそれを言って。こういうこと、ね。ああ、なるほど。ちょっと浸ったらなんか柔らかくなってしまったってことですね。結構ボリューミーですね。うまそう。いや、いいですね、これ。うわ、いいわ。どんな感じなの？こう、旬出た方がいいかな。あ、俺のおばあちゃんが言うやつです。京都から昔から住んでる人が言うやつ。よう、旬出るな、このおたまさん。卵のことおたまさん言うんです。芋のこと小芋さんよ。小芋さん。こうはどこから来てる。小芋さん。小芋さんはギリわかる。なんで勝手に小芋さん。でかいやろ男爵。その時の担当で出た芋のサイズ。サイズによる。うん。ベリーうま。え？ベリーますか。うん、うまい。楽しい。楽しい。え、嬉しい。お母さんが楽しんでくれたらもう嬉しいです。あったな。もう一回。新鮮。ブロッコリー新鮮ですね。新鮮ブロッコリー、うん。シャクシャクする。そう。うまい。うん。あ、めっちゃ柔らかくなる。楽しい料理やな。楽しい、食感すごい楽しいですね。楽しいです。テーマパーク。何もないと言うと、テーマパーク。広い意味でね、広い。プーさんのハニーハン。確かに、いろんな景色が目に入ってくるんだ。いったスモールワールドじゃないか。あ、そうそう、ほんまにそう。それだ。めっちゃスモールワールド、それを言いたかった。ハニーハント、ハニーハント蜂蜜入ってるし、ややこしいし、これ入ってないから。僕はちょっとオイスターに戻りますわ。戻りオイスター、はい、戻りオイスター。ちょっと今日、柿講習しに来たんで。柿講習、家が柿とかけんの。ワンタン、なんかワンタン、ワンタン食べてるとこゆっくり見てました。食べてるとこゆっくり見んの。恥ずかしいから。スープすごい、なんかどんな感じだろう。あ、優しい、うまっ。いいな、なんかワンタンが椎茸メインですね。
うまっ。ワンタンマジで椎茸主役っすね。うまっ。破った瞬間椎茸の味がすごい、スープ、いやこれ優しい、プリ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 椎茸、うん、あいいわ。なんかあ、はいはい、確かにこう中華料理とかってやっぱこってりするのは簡単なんですよ、出せるのは、うんうん、これはお上品ですね。お上品、いいわ。ネット情報で調べたのは、うん、あの家庭の味を結構大事、なるほど、ね、家で作ってたやつをなんかここで再現したみたいなのも書いてましたね、だから唐揚げも結構あですよ、ね、家庭の濃い、うん、そういうことね、中国の家庭を再現したというか。じゃあ糸汲み取れてたんや、みんな。そうだ、糸汲み取れてた。糸汲み取れてた。今思い出しましたけど。最近ビール本当に一杯目だけになっちゃってきましたね、体的に。腹くれますね、飲んでて。それによってくれてるもんね。そうですね、今も確かに。多分時間経ったら一瞬で腹減るってやつですね。そうですね、うん、ちょっと歩けばって感じですよ、うんうん、そう、岡田さん、いつも見てます。あ、ありがとうございます。私、沢井さんは、ね、ゲラ聞いてました。あ、本当ですか、マジですか。すごいびっくりした。すごい、ありがとうございます。何の撮影なんですか。また別の YouTube を撮ってまして、あ、ありがとうございます。見ます、嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、すいません。すごい、すごい、すごい、ちょっと神の人、岡田さん来てる人は全然驚かないですけど、こっちもしてたんで、そう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 、ゲラを聞いてたっていうのがびっくり。めっちゃ嬉しい。めっちゃ嬉しいな。え、嬉しい、嬉しい、まあまあ、もうちょっとやっぱゲラが終わって岡田さんと会えるのがなくなっちゃったんで。確かにそうや、ゲラが終わって、そうなんですよ、なんかそういう機会があったら嬉しいなって話をしてたんです。してて、これやるってなって、ほんならね、お客さんがゲラ聞いてました。これすごない、そう、仕込み、仕込んだ、仕込んだ、仕込みやろ。そんな構成ないんですよ、リアルノンフィクションです。やったでしょ、なんか言わしたでしょ、あれ。ノンフィクションこれ、あの伺ってましたよ、来た時から。会社になってた、ずっとここを目合ってた、はい、対角線上。ずっと、いいわ、数ある店の中からまさかこちらのリスナーがピンポイントで対角線上にいるって。しかも初めて言われました。えっ、ゲラ聞いてます、マジで。そうだ、ゲラって聞かれてないの有名ですね。いや、本当にそうなの。聞かれてないのに続いてるで言うの、何かの力働いてんちゃうかっていうぐらい。でもそれでね、終わってゲラ聞いてましたって初めて言われて、全部が繋がってますわ、うん、すごいいんじゃないですか。いや、ここにしてよかったですね。よかった、よかった。いや、ちょっと引き続きゆるくやっていけたかと思いますので、お願いします。ありがとうございます。素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございました。本当にすいません。ごちそうさまです。ありがとうございました。うまっすやね。いや、うまですね。いや、ほんまに、ありがとうございます。ね、ちっちゃい階段から起きたらもう美味しかったから。ちっちゃい、あの、子供でも収まりきらないですよ。サイズがよく行きましたね。すごいわ、美味しい。よく踏みましたね。ありがとうございます、本当に。ありがとうございました。ほんまに美味しい。四ツ谷ってなんか景色綺麗ですね。